この世界は狭すぎる。何もない牢獄のような世界、お前にふさわしい場所だ。君は僕の心なのに。うん、僕の心は欠けている。きっとそのせいなんだ。でももうすぐ全て失われる。扉を開こう。
流れ星。ここじゃよく見えない。あ、こんなことしてる場合じゃなかった。流れ星見に行かなきゃ。わあ。こんな星空、前にも。脅かすなよ、アクア。ベンが勝手に驚いたんでしょ。こんなところで寝てると風邪ひくよ。夢だったのかな。俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ。私たちはずっと一緒だったでしょ。うん、そうだよな。ねえ、アクア。ん？星ってなんだろう。光って何？星は。星の一つ一つが世界だ。あ？テラ。この世界の外には、俺たちの知らない世界がこんなにもある。光はその世界の心の輝きで、俺たちを照らしてくれてるんじゃないかな。それって、どういうこと？要するに、ベンみたいなもんさ。なんだよ、それ。ベンにもそのうちわかるさ。今知りたい。今はまだわからないよ。また子供扱いか？アクア、何笑ってるんだよ。だって、あなたたちまるで兄弟みたい。あ？そうだ、明日はテラと私のマスター承認試験でしょ。お守り作ってきたの。はい。俺にもくれるの？もちろん。みんなお揃いよ。世界のどこかに星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると、たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。まあ本物の材料は手に入らないから、それっぽく作ってみただけなんだけどね。そういうとこは女の子なんだな。そういうとこはって何なのよ。本物じゃないと効果ないの？効果はまだわからないんだけど、魔法をかけておいたよ。え？
どんな？つながりだよ。テラもアクアも十分強いよ。きっと明日の試験も楽勝だな。そうだといいけどな。マスターが言ってた。能力は心の中で目覚めると。自分の成長が十分だと思ったら心の中を見つめ直すことね。そうだ、これまでのこと忘れないようにしなくちゃ。さあ、そろそろ帰ろう。うん、もう帰ろう。みんなで一緒に。俺たちが同じ星空を見たのはこれが最後になった。おお、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 ミッキーよ、何やらよからぬことが起きるやもしれぬ。